愛媛県内の地方に位置する宇和島市。この地には古くから闘牛という文化が根付いている。直径20メートルの土俵上で1トンを超える牛がぶつかり合う。ルールは単純、逃げたら負け。宇和島闘牛。この一番組で第25回米国闘牛サミット in 宇和島記念闘牛大会千秋楽。いよいよ記念闘牛大会の続きとなります。伝統体験は鹿児島県徳之島役場の人たちでございますが、鹿児島県の徳之島市が我々も闘牛に大会に移動されたことはございません。今だ一つでございますが、本日の無事の一番に達成してまいりました。片や徳山は三連勝という雰囲気に闘牛業界重要級チャンピオンでございます。先ほどに申し上げたのは、これは先ほど申し上げた、電動体験車、車両を走っていくから、